どうした、お前の覚悟はその程度か。正してみろよ。俺は過ちなんだろう。前にも言ったよな、俺を倒したいなら殺すつもりでやれだろ。そういうこった。さすがはうちの整備士だ、こんなんなってまだ動か。よいしょ。痛くもかゆくもねえぜ、小僧。今度はこっちの番だ。何をしやがって。考えてみりゃ簡単なことだ。無から有は作り出せない、すなわちその盾とやらもどっかからひねり出してるってこった。ホームンクルスっつっても体の構成物質は同じだって言うじゃねえか。人体の構成物質で高高度対摩耗性質に変化しうる物質、それは人体の3分の1を占める炭素。炭素原子は結合の度合いによって高度が変化する。それこそ鉛筆の芯からダイヤモンド並みまでな。仕組みが分かりゃあとは俺の分野だ。Rはどこだ。まだ負けたわけじゃねえ。もう勝負はついてんだろ。弟に聞いただろ、俺はなかなか死なないんだよ。だったら喋りたくなるまでぶちのめすだけだ。いいぞ、こうでなくちゃ面白くねえ。さすが俺の見込んだガキだ。アルはどこにいる。もうとっくに解放した。グリード、ホムンクルスってのはな、おめえら錬金術師が人体錬成をした時に生まれる。俺たちは蘇らせようとした人間の骨を前にするとまともに動けなくなる。それがホムンクルスの弱点だ。なんで、なぜそれを俺に。お前なら倒せる。俺はもう封印されるな。ごめんだグリード。お前、俺は強欲だからよ。俺の命は俺の好きに。グリード、倒せよ。あいつらも任せた。おい、嘘だろ。グリード、おい、何してんだよ。ふざけてんのかよ。頭吹っ飛ばしても死なないんじゃねえのかよ。おい、グリード。